イドットの佐々木です、よろしくお願いします。スイドバイヘアスタイリストの中井です。今日はよろしくお願いします。アイドットスタイリストの新屋敷です。よろしくお願いします。スイドバイヘアスタイリストの田中です。よろしくお願いします。サンド S 店長ガベと申します。よろしくお願いします。ダコタエヴァンスの豊田翔一郎です。よろしくお願いします。まあ、結構ボブはやっぱり営業中たくさん切ってるので、そこからの展開として、どういう提案ができるかっていうところをレッスンではよくやるようにしてます。まあ、最近だとやっぱり顔周りを切り込んだデザインが、自分的にもすごい好きなので、まあウルフであったりとか、ダブルラインも、ボブからも提案できるようなデザインを、練習するようにしてます。まあ、練習って言っても、もう本当にイメシャを用意して、それをそのまま切ってみるっていうところを常にやるようにしているので、なんとなくできるんじゃなくて、まあ、どこが可愛いポイントかなっていうのを意識しながら、カットしていくようにしています。で、あまり引き出すってよりは、本当そのまま切ることの方が多いので、見たままカットしていって、まあ、絵を描くように、カットするようなイメージで、ウィッグには、カットすることが多いです。はい。まあ、毛量調整に関しては、やっぱり頭を小さく見せたい人もいれば、逆に大きく見せたい人もいると思うので、その辺に対してはどうアプローチしていくかっていうのもありますし、ウィッグ一体一体に対してちゃんと似合ってるか、このそのウィッグが可愛くなってるかっていうところを、ちゃんと意識しながら、カットするようにしてます。はい。おしゃれな雰囲気で部屋を楽しめるかっていうところを大事にしているので、やっぱり癖は、しっかり伸ばしてってよりはもう落ちる位置で左右合わせてあげてっていうのを、意識しているので、まあ、左右で長さが多少変わっちゃったとしても、その人が乾かした時に左右が揃えばいいかなっていうような感じですかね。うん、まあ細かいですかね、結構そういうの気にする人に対してはもちろんきっちり切ることが多いですけど、結局やっぱり毎日アイロンするならそう切った方がいいし、毎日アイロンしないならそう切らない方がいいかなっていうふうに思うので、その人のライフスタイルに合わせて部屋も提案してあげてカットするようにしてます。たくさんショートがあって、最近流行ってるこうショートカットサンドでは構成としてはすごいこうボブ寄りだなってこう感じていて、そこにこう質感をこう入れてって、ちょっとショートボブというかな感じがすごい、まあ、長めショートとかがこうすごいこう流行ってるなってこう見てて思うので、でもだから僕が常にでもお手本にしてるのは、思いっきりこうショートをこう切ってるような、めっちゃレイヤーいっぱい、レイヤーたっぷりとかっていうショートもこう切るように心がけていて、まあ、でも今回このウィッグはちょっと丸みもあって結構よくサロンワークでも切る形なんですけど、ハンサムショートで切ってます。こだわりとしてはレザーで切ってます。ボブは結構ハサミで切ることが多いんで、もちろんハサミだけを使える用紙にもなりたくないし、こうレザーだったりもういろんなこうカットの技術が持ってる用紙になりたいので、あえてハサミでも切れるんですけどレザーで切るようにしていて、このウィッグではこう切ったんですけど、後ろの後頭部のこの位置、ここにしっかりとクッとこう入り込むような形で、場所でこうポイントをこう持ってくるように、ウェイトポイントを作るようにしてます。でしっかりここをたくさんのこうショートの写真見てるんですけど、僕はやっぱり丸いよりはこうくびれたりしてる方がすごい好きなので、キュッと首に沿うようなこうショートをこう切ってます。でトップにもこうちょっとこう動く髪が欲しいので、少しだけ質感で入れる時もあるし、思いっきりこうレイヤーを切っちゃう時もあるんですけど、実際にお客様が、落ち返ってもセットできるっていうところを、まあ、意識して、頭の形にも沿うように、あとは写真に撮っても映えるようにっていうことを考えてショートは切ってます。どっちかというと一番なんか重きを置いているというか大事なところは、まあ当たり前のことなんですけど、美容師の
王道を言ってるというか、まずやっぱカウンセリングでお客さんが何を求めてるのか、あとお客さんのコンプレックスは何か、あと今困ってることは何かっていうのをなるべく引き出して、そこにその自分が普段作ってる部分をどうはめていくかみたいな。意外とカウンセリングで何か困ってることありますかっていうと、ないですって人ってほとんどいないんですよ。絶対カウンセリングの最後に何か気になること、普段困ってること、あとうまくいかないことはありますかって聞くと、絶対誰しも1個はあるんで、そういうのをなるべくカウンセリングの時も聞くし、カラー塗ってる時も聞くし、ドライの時も聞くようにしてて、なるべく一番困ってるところを本当カバーしていきたいなっていうのが一番強く僕の方ではあります。巻いてるじゃないですか、はい、こうやっぱりこう質感とか僕はこうすごいこう気になるなって、巻きやすいをこう重視してる質感なんですかね。今僕、ほどみがしで、してると皆さんどう思うと思うんですけど、やっぱ結構この後ろで溜まるじゃないですか。溜まります。右足部分とか、あとこう耳のイヤトゥーのこう前と後ろでなんか厚さの色が変わるっていうか、そこをなるべく均一にしたいなって思ってるので、結構アンダーセクションと緑とトップにかけて、だんだん厚くなっていくような、まあ、結構鉄板の切り方だと思うんですけど。巻く、でもそうですね、僕も昔はでも巻きの方で発信してたんですか。なんでだろう、なんか途中から急になんか飽きちゃって、なんか精度で見せた方が響くかなとかって思い出して、まあでもどっちも大丈夫だったなって今思います。なんかでもちょっと刺さる人は違うかなっていうふうに思いますね、うん、その来る人のジャンルは変わるかな、巻きのボブと。巻きのボブって大体前髪あるあって、ふわっとした感じの感じですよね。前髪ないお客さんほとんどいないですか。あ、そうなんですか、はい、絶対前髪がほとんどある。僕もそうですね、ほとんどあるかもしれない。写真見たいですってよく言われますから、前髪ない人の写真載せてほしいです、DM よく。うん、絞ったのが早かったので、もうなんですか、第一人者といいますか、うん、ボブといえばみたいなポジションに行けたのが良かったかなっていうふうに思います。だから今後、うん、スタイリストになる子とか、美容師になる子は結構やっぱりどこのポジションを取りに行くかっていうのはすごい大事な時代になってくるかなと思うので、その辺も意識してもらえるといいかなと思います。あとはまあその真似するにしても、真似をした人よりクオリティを高く持っていけるかなっていうのが、あの自分の強みかなというふうに思います。真似で終わらずにもう自分のオリジナルにしちゃうみたいな。普段なんかすごいそれをこう感じるインスタグラムですよね。すごいな。大さんはどうですか、強みは。僕は強みですか。はい、こっちないですよね。いやいやショートとかよりもこうボブってこう写真でカットを伝えにくいなっていうふうに思っていて、すごくカットを細分化しているんですよね。ボブの中でもこうこのライン、このシルエットにしようと思ったらこう切るとか、こう丸くしたかったらこう切るとかっていうのをこうすごくこう細分化してこう切り分けているので、こう狙ったこうシルエットをこう実際に着ていただいた時にこう切れるっていう、同じ写真をこう見た時って、これでお願いしますっていう写真があった時にこう、まあ、見る人によって多少切り方が変わったりとか、この2枚のスタイルがあったとしたら、この2つの違いをすごい細かいところまでこうカットに対しては分かって、まあ、それをこう作ったりこう発信したりできるなっていうのがこう思ってるので、僕の強みはスイッチが入るとすごくとことんやるっていう。ボブでこういうデザインで色もこういう感じだったらここ行ったらなれるなみたいなイメージを強く作れるようなあのインスタの作りにはしてるかなっていうのはありますね。あ、でも美容師としてはやっぱりこう何でもできて何でも発信できてっていう感じのが僕はもう魅力的だなとは思うんですけど、あ、でもやっぱこうボブにしたいなとかイメチェンしたいなって思った時に、なんか誰に任せようって時に、あ、この人ツボだなって思ったら行きやすいようなインスタになるといいかなって思ってますね。単純に例えばグラデーションです。ボブ気味の
ちなみにそれってもう繋がってるんですか？あ、全部繋がってます。もう単純にただのグラデーションです。で、こっちもただのグラデーションです。だから何を大事にするっていうのはもちろんね、ホルモンを大事にするんですけど、毛先の質感っていうのを大事にしてます。例えばまあちょっとなんていうんだろう、やっぱりバツンって切ると、うん、僕全部ブラントで切るんですけど、まあ、ブラントで切るとやっぱり四角くなるじゃないですか、はい、それをいかに四角しないかっていう毛先の調整っていうのを一番っていうか、まあ、顔周りに一番大事なんですけど、それに加えて、毛先の質感っていうのを大事にしてます。襟とかはやっぱり締めたいから、締めたいっていうか溜まりやすいし、はい、耳周り耳色多分ショットかけるから絶対、だからかけてもいいように耳後ろと後ろは割と量はしっかりとって、まあ、みんなが挑戦しやすいショートコートみたいな。ショートだとやっぱりその自分の輪郭が気になって顔出したくないとかやっぱりいろいろあると思うんですけど、こんぐらいのレングスで切ってあげると伸びてきてもボブになるし、かつショートに初めてします、でもちょっと耳より上とか耳出したくないとか、そういう人でも挑戦しやすいショートボブなんで、ちょっと長めで切ってあげる、プラス丸みに切ると多分こうなりやすいんですよ、多分下にあのウェイトがいっちゃうから、でもそのウェイトをちょっと下行っちゃうけどもちょっと上がるぐらいのウェイトラインでちょっとなるように切ってます。本当シンプルにじゃあグラデーションボブを切ってるけど、そのバランスが絶妙って感じなんですか？そうですね、その位置はやっぱり結構大事にするかもしれないですね。ショートヘアのスタイリングする上でやっぱスタイリングってやっぱしっかりしてた方がいいんじゃないかなっていうのは自分も思う。なんですかね、なんかお客さんとかに例えばこれぐらい使いますって言うと大体びっくりされたりしません？なんかしっかりしてようとする、なんかお客さんってこう表面にしかツヤがつるじゃないですか、でもちゃんと確かに自分とかのやっぱこの内側、やっぱ本当になんかしっかりこしてることでなんか浮遊感というか空気感みたいなですか、そういうのを大事にしますかね。確かに中井さんとか絶妙に上ふわっとあれですよね、あれ巻いて、あとやっぱ半分ぐらい結構やっぱあんなぐらい頑張りますね。だからここの高さってちょっと大事じゃないですか。これをなんかちょっと立たせることによって、なんか正面から見た時にお客さんってこうひし形になるじゃないですか。ここがちょっと立つことで、なんかやっぱここのトップの高さとさっきのワックスの付け方っていうのは結構大事にしますね。しますね。こうボリュームを出してるのに頭を大きく見せない。ああ確かに。そう、小顔に見せるバランスがめっちゃうまいと思います。ありがとうございます。中井さんも。田崎さんがもうカリキュラムっていうかにできませんって言われる切り方をしてるの。どちらかというと女の子っぽい切り方されてるんです。メンズっぽくない。男性じゃきちっと。そうだね。田崎さん手先めっちゃ柔らかいですよね。カットの中の確かに柔らかい、動画見た時になんか本当に女性みたいなこう柔らかいなと思って、エロいっす、エロいっすいや展開図は勉強したから分かってるけれど、はい、もうオール無視してるかもしれないです。結構感覚なんですか？結構感覚ですね、正直で、でもまあなんかちゃんとセミナーをしてくださいとかだったら、はい、ある程度こうカットってちゃんとこうやりますけど、1戦、2戦、3戦みたいなやるんですけど、基本は営業中、多分営業中は毛量を取るためにダッカル取るだけで、基本なんかあんまり正直いらない。ふわっとさせる時ってアイロン使います？使うときもありますね。ストレートアイロンでやるときは本当でもちょっと薄めにやっぱ取りますね。薄めに取ってもこういう感じですね。で、そしたらあとこう毛先はなんか通すだけみたいな、あ毛先通さないとちょっとパサついちゃうんですよね。あだからここに気持ち変わるはやっぱしますね。戸崎さんの丸みの考えたらなんかこのシルエット作る位置とか、戸崎さんの丸みって結構特殊じゃないですか、見てて。確かにだから作れそうで作れないですね、この位置って。位置はやっぱ切りすぎちゃったりとかするイメージだ。それはでも多分昔ホットペッパーで当たった時の、はい、チダちゃんだったりとか、あ、はい、なんかああいうひし形ボブをちょっと短くしたぐらいのイメージです。ああ、エリアスとショートじゃないんですよ、だから僕イメージしてる。イメージが。そう、ひし形、あくまでもひし形ボブなんですよ。これもっと本当長く切ってるんですもんね。長く切ってます。そうですもんね。
これなんなら多分真ん中だけ長かったりとかします。マジですか。やってて思うのは自分のそれを崩しちゃいけないなって。あ、自分の得意な、そう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 、なんか中井さんだったらちょっとトップふわっとした感じだし、新屋敷君だったらこうピタッとした感じの、うん、そうそうそう、あれね、前下がりの前上がりのちょっとショートボブみたいなのがやっぱ多分このお客さんがめっちゃ苦しいみたいな、それ崩したらちょっと違うなって。やっぱりいろいろ同じ切り方でも多分色出ますよね、うん、ショートって。でもたまたまそのショートプレイヤーがバズったっていうのもありますよね。あ、ショートプレイヤーはいたけどそんなに今ほど多くなかった、今って逆にすごくないですか。そうそうそう、今ね、あの人のショートヘビ用紙でもなんかどんなのがいるかで多分反応違いますね。